みどっかが私風邪ひいちゃって急にお休みされていただいて皆さんにご迷惑をかけたしました。でいろいろ心配してくださった方もあるわけですが、どうもありがとうございます。おかえさんともう、全開してまだちょっと声がおかしいかなとは思うんだけど、まあ、だいたい顔色から見たら、おい、元気だ3月の時にこの陰謀の巻をちょっと残してるんで、これだけ読んで、それから仏性の巻に入りたいと思います。で南岳山無最大師、南岳山無最大師、これは石頭大師のことなんです。高山南寺の石像に庵を建てていた。それで石頭大師、石頭和尚って、ね、時の人が呼んでた。で要するに石頭稀勢大和尚が三道会や草庵の歌を作った人。その石頭和尚に、ちなみに薬さんと薬さんが聞いたんですね。三条十二分教暴行をほぼ知る、かつて聞く南方にして直視妊娠検証成仏、実に未だ妙量なら、伏して望む楽は和尚を慈悲信じしたまえ。これ薬さんの問いない。薬さんという人は、大体がお経を講釈する人だったんですね。だから薬さんはもと講釈たるなり、三条十二分教は通理せりけるなり、大体ね、しかあれば仏法さらに毎年泣きなごとし、昔は別衆いまだ起こらず、その品の昔の頃はね、まだいろんな宗派が起こっていない。それでお経をね、三条っていうのは正門円覚菩薩像ですね。それが三条だ。で十二分教っていうのはお経のね、形式だとか、それから内容からいってね、こう十二に分けたんで、まあ大体お経ってことですね。そのお経をよく勉強してる。だから勉強することが経学の家風だったその頃ね。だから今の人多くどんちにして各格の修士を立てて仏法を卓量する、仏道の発祖にあらず。まあ今の人はいろいろな宗派を立てて、そしてその宗教たちでいろいろなことを言う。これはまあどんちした話で、仏法を卓量するって測るんですね。そういうハットにある本当の測り方じゃないですよ。で大師曰く陰もや太く不陰もや太く、陰も不陰もそう太く、何時その三つね。これがあれですね、薬さんの問い、直視妊娠検証成仏って、これはどういうことですか。要するに直に妊娠を指してな、それで生を見て仏となると、こう、まあ送り方振って読めばそうですね。それで我々の自身の心ってね、これはまあ本当真理っていうことじゃないね。私がいつも言う生命の実物だ。それを指さして、そして自分自身のその性ですね、自性、仏性、仏性、こういうのを見ることによって初めて成仏するって、こういう、これがまあ禅門の達磨さんの
ですね、ダルマ文化やり方です。そういうのは一体どういうことですかって聞いた。それの問いが陰もや不徳、陰もや不徳、陰も不陰もそう不徳、何時その三って言うんだからね、これが答えだそれで、そういう、検証状っつった証ってね、こういうのはどういうことですかって、それはこうであるっていうね、それが陰も、陰もや不徳、陰ももまた不徳、不陰ももまた不徳、陰も不陰もそう不徳で、何時そもさんって言われちゃったら何だかわけわかんない。ところがね、大体我々いつでもそれは何かってね、何かっていうの、まあ子供は何かって言ってみんな言うけど、これはまあ子供の答えだ子供の問いだ。本当は何かって言ってね、これは何であるってね、もし言うとしたら、そういうこれは何々であるってね、これはコップである、その時にね、結局人間の分別意識が働いて、そしてその分別でもってこれは他のものじゃないコップであるとこう規定し断定するわけですね。だからその時に人間の、いわゆる意識が働いてる、分別意識が働いてるわけです。それで実物そのものじゃないもの、実物そのものはね、私はコップですって言ってるわけじゃない。雲だって俺は雲である、俺は水蒸気の凝結であるって言ってそう宣言してるわけじゃない。ただ雲は雲してる、それを人間が雲を見てあれは水蒸気の凝結だと理解し、それを雲と名付けてるわけだ。で、まあそういうもんであってですね、だから人間理性が働いて初めて何である、こういうことだ。それで本当の実物は何かっていうとね、これは何とも言えないもんだ。それでそういうのをまあカントは物自体っていうね。それでところがカントは物自体があるって言ったね。この我々の見ている現象世界の奥に物自体があるっていう、これは言い過ぎだ。物自体があるって言ったら受験ですね、結局もうあるって言ったら受験になる、あるいは条件になるそれじゃないのかっていうと、我々見ている現象世界の奥にそういうもの自体が、そんなものはないんだってもし言ったら、これは無限だ、あるいは断言だ。というのはね、その物自体はただ物自体してるんだって、それでそれをあるって言ってたら変です。あ、見方だ、一つの見方だ。それであるいは無って言ったらまた無っていう見方だ。それでそういうのを無限といい、あるいは無限といい。だからあるって言ったら行き過ぎだ、ないって言ったらまだ足りないんだ沢木老師がよくそう言ってたそれで本当の実物っていうのをね、何かあったら有と無と分かれる以前だその有と無とっていうまだあるとも言えない、ないとも言えない、有と無と分かれる以前が実物だね。でこれを よく私がここでも引用する
言葉ですがね、あの如実に如実に滅を感ずる者は右見正です。如実に呪を感ずる者は無見正です。これを正見となすという、あの阿門経のことはよく、ね、これ如実に実のごとくだ。実のごとく呪を感ずる、呪って集まってる、それを見るものはないとは言えないもの。しかしながら如実にまた滅を感ずるものはないとは言えない。で、事実水蒸気の凝結しているものが集まってるっていうのをね、見る限りそこにないとは言えないもんね。それで雲はないわけじゃない。しかしながらそれはあるのかと思うとふっと消えてどっか行っちゃうで、そういう滅を感ずるものは本当はまたあるとは言えない。で、ないとは言えない、あるとは言えない。みんな本当はあの、まあ、みんな偉そうな顔してるけど雲みたいなもんだお互いね、ひげ生やしたってそれだって雲みたいなタバコ飲んだって雲みたいな。それで如来は中道を説く。これあると言えない、ないと言えない。で、そういういずれでもない中道を説く。中道っていうのはね、これをみんな中途半端な道ってこう見るからそれでは違う。そうじゃない、中道っていうのはね、的中した道だ、あるいは的中した言い方だこの道っていうのは、まあ、この正法眼蔵じゃいつでも道徳とかね言うけれど、道をね言うっていう意味にもなる。もっと的中した言い方って言ったらそれが中道。いや、俺のうちは金持ちでって言っておめでたい顔してるやつがいる。これはその滅を感じてないから純の方ばっかり感じてるね。で、その滅を感じたらそのふっと金がどっかに消えてっちゃうことあるわけだ、ね、そしたら金持ちが金持ちでなくなるわけ。じゃあ 俺のうちは貧乏人でって言って、これも間違ってる。事実集まってくるときはこれは金持ちになっちゃう。それで、あらゆるものがね、あのその呪ってこともあるし滅ってこともあるわけね。私だってこの冬頃はね、バカにこう健康でね、それであのピューピュー風が吹いてる、うん、あの中でも、宇治川辺である秀息さんにも言ったんだけど、ほんのちっとも風邪ひくような気分しなくてね、いてたらちゃんと風邪ひいただからね、あの俺は健康だっていうのも間違ってる。じゃあ俺はもう病人だっていうとちゃんと治るそれでね、あの結局当たってるっていうことは何かっていうとね、あの陰もや太く、不陰もや太く、陰も不陰もそう太く、何時そもさんということなんだ。そういうことね。で、それで直視、この直視妊娠検証上、これは結局私がいつも言う生命の実物だ。この生命の実物は無とも言えない、無とも言えない。では何というか、切事一物即不中だ。あの一物を切にせんとするに一物を切にせんとするに、すなわち当たらずだね。それが中道ですよ。当たらないってことが当たる。
でつまりね、その本当の生命の実物っていうのはカチンときてね、梅干しの種みたいに、あ、これが実物ってね、カチンって歯応えのあるようなもんじゃない。そうじゃない、うと無と分かれる以前、あるいは生と滅と分かれる以前、あるいは真と妄と分かれる以前、迷いと悟りと分かれる以前、自分と他人と分かれる、あるいは自分と自己と世界と分かれる以前、もちろん幸福不幸っていうのはそんなもんの分かれる以前、私幸福って言ったら何かと思ったら結婚したりなんて、なんかバカなもんそんな、あるいは結婚したのが不幸の始めかもそれでその辺は決まってないんだから、でそういう一切二つに分かれる以前が陰謀っていうね。いや、もっといいや、陰謀と不陰謀と分かれる以前、徳と不徳と分かれる以前、そういうのを陰謀、あるいは何時相参っていうね。それで結局ね、本当の生命の実物っていうのは何とも言いようのないものっていうより他へ言えない、切実も即不中だからね。まあ、この次読んでいく仏性の巻っていうのはまさにその話になってくるんでね。それでまあ予備段階としてこの陰謀の話してる。でだから絶対間違いないことはね、いや、みんな一生懸命悟りして、なんかカチンと歯ごたえのあるいい悟りを開いて、そしていい境界になりたいって、そういう悟りの境界っていうのをね、梅干しの種みたいな、梅干しの種みたいな悟りっていうのは全く無意味だっていう。だけどそしてまたそういう一切が分かれる以前の悟りと迷いと分かれる以前、生と死と分かれる以前、うと無と分かれる以前、そんなものはどういうもんかなって言って頭で考えた、向こう側を置いて考えたら話違う全く違う。そういう実物を私自身、みんな、いや皆さん自身だ、生きてるってことね、それが何時そもさんです。いいですか、そこんとこよくあれしなきゃ、よそごとに考えてな、そういう不可思議微玄妙の境界はどういうことかです、そういうことがやっぱり座禅すると分かるんですから、そんなことじゃないんだ、本当に今事実そういう実物を生きてるから生きしてんだ、生きしてるっていうのはこれね、本当に生きと死ぬと分かれる以前ですよ、事実ね。生きってやつは頼りないもの、本当に出っ放しになったらもうそれで死ぬんだし、入りっぱなしになっても死ぬんだし、でこれ本当につかみようのないもので、それが何時そもさんです。そこんとこね、だからどういう境界かなって言って考えちゃダメだ、結局ね、それで向こう側を置いちゃダメだ、今私自身がいつでもそういう陰も不陰も相不徳を生きてる、で誠にそれ陰も不陰も相不徳なるゆえに陰も不徳ない。いやだからそういう陰も不陰も相不徳っていうね、要するに何とも言いようのないもの、だから陰も不徳だ、
不陰も太くなる。で陰もは陰もを言うなら、そういうことを陰もだっていうのがあってね。そうそうそうね、私の自宅のなんかね、あのポケットの、ポケットの中にね、メガネ入ったらもうメガネ持ってそうなんですよ。それで結局、そういう陰もはですね、無限の同様にあらず、無限の同様にあらず、限定して言えるもんじゃない。それからさりとて無限定なのでもない。要するに決まってこれだということもできないけれど、また全く何にも決まらないんでもないということね。それで事実さ、修行、一切修行は一切修行なんだし、生きてるやつは生きてるんだし、山は山なんだし、水は水なんだし、ちゃんと一応の樹があるからね。それで一応で雲は雲だ、なんかあるような気がする。しかしそれじゃないのかっていうと、ないんでもない、あるんでもないですよね。で陰もは不徳に山岳すべし、不徳は陰もに文書すべし。でね、これは結局お釈迦さんの前は諸法実相って、これはその諸法実相は何かっていうとね、結局ね、悲想っていう、悲想っていうことなんです。本当にありのまんまの姿って、それは何かって言ったら、そうでないっていうことで、実のそうはそうである、そうにあらず。これはまあ今後般若経にも書いてある、税実相者即税非相、税公如来説明実相というね、そのこの実相はすなわちこれ相にあらず、このゆえに如来は実相と名付く。要するにそうでないものを相って言うね。私はまあいつでも私の今の生活は毎日散歩して空見てるだけが私の生活だからね。そうすると話題っては雲以外ないんだ本当は。で雲見てるっていうと、雲ってやつは面白いやつで、こつねんとして現れ、こつねんとして消えていく。ところがね、その雲のあるのかと思うとない、ないのかと思うとあるっていう、ね、そのあり方がまた我々地上の世間一般の全てのあり方でもある、この世のね。でみんなが雲にあんまり興味も持たないのは不思議だなもっと雲を本気になって見てください。雲みたいに面白いやつがないよ。もうこれから入梅時になると、雲ってやつは私は前は入梅時嫌いだったんだけどね、この頃は好きになった。っていうのは、雲が一番美しい季節は入梅時だ。雲が、いろいろな雲が本当に華やかに現れるもの低い雲がありゃ高い雲がありゃね、いろいろある。でまるでシャバ世界見てるようなもんだ雲はね。でシャバ世界だとちょっとこううるさいやつもいるけれど、雲ってやつはその点を淡々としてるとこがあってね、で本当にいいね。で雲はまあ皆さんももっとよく見ておけさ。でそれは
だから陰謀は不徳に山岳すべし、不徳は陰謀に門主すべし。結局本当の実相を、実物を見ようと思ったら、その悲壮に、悲壮ですね、相にあらず、それを見なきゃ。で、不徳、悲壮を見るんだったら実相を見なきゃならないですね。釈迦の陰謀および不徳、ひとえに仏量のみに変われるにあらず、あらざるなり、え不徳なり、ご不徳なり。要するにそういう、あの陰謀とか不徳とかっていうのはね、それはひとえに仏量に変わらないっていうね。いや、仏量っていうとね、仏さんっていうね、昆布や昆布塊しこりができるもん、仏っていう言葉を持ち出すとね。で、今度はえっていう、えすっていうね、そうするとまたえっていう昆布塊しこりができるでしょ。それから悟りってはまた悟りっていうね、昆布塊しこりができるです。一切ね、そういう昆布塊しこりができる以前、形成以前、それが生命の実物だし、それが陰謀だ。で、不徳なりご不徳なり、得するってこともできない、悟るってことも不徳だ。できないってはまた、はい、不徳だ。で、総計断体感禅師、ちなみに南岳大下禅師に示すにはこれ何者か意味もない。これはまあ一番初めに、あのこの陰謀の巻の一番初めに言いましたがね、要するに南岳大下禅師が初めて六祖のとこ行った。そしたら六祖が何者より、何のところより来たの、どっから来た、スーザン暗黒神のとこからやってまいりました。行ったら何者か陰謀に来た、何者かこれ陰謀ないと言われた。そしたら死、おっことまたわず。そしてここにおいて修理すること8年、まさに電話をパスって言って、あの8年、それから以後何者かこれ陰謀ないと言われたんで分かんなかった。そのまんまだから六祖のところにずっと南岳大師は修行してですね、で8年経ってから初めてその何者かこれ陰謀来って、おっしゃったことが分かりましたというとこからの話ですからね。で、それです。この道は陰謀はこれ不義なり、不義なるがゆえに、これ何者なるがゆえに、万物必ず何者なると探求すべし。で、だからね、一切分別以前の実物を今ここじゃ、この要するに義、不義、え、不義の分かれる以前の実物ですね、それをここで今不義と言い、不義という。で、それがその、あ、これはこれだって決まらないところで掴もうっていうの、掴むんじゃない、掴まないまんまっていうことだからね、これは不衛です。で、また疑ってんでもない、そういう実物だ。これは規定以前でしょ、断定以前だ。で、何者っていうのはそういうこと。一物必ず何者なると三級すべし。だから私が毎日作っちゃって雲さながらに虚空に浮かぶっていう詩作ったよ要するにみんな雲みたいに、それで虚空に浮かんでんだ。で、何者は偽弱にはあらざるなり、陰もないなり、結局ただそのまんま現れてるっていうだけ。これはまあ、陰もの巻はそのまんま、で、
続いてですね、今度その仏性の巻入ります。あのね、大体ね、私は昭和10年に早稲田出たわけですがね、その頃にはもう私どういうあれでもってあれしたのかよく覚えていないけど、本山版の今持っている「消防現像」って本を買って持ってたね。それで一生懸命ね、その頃も読んでたんだけれど、それこそね、消防現像どの巻だって、食いつけないの。そしてまあ分かるも分からないも分からない、どこが分からないとも分からないほど分からない。それでもう食いつけないっていう感じだったね。それでこれなんとかね、注釈本か定書本かいい本ないもんかと思って、今はもう入って捨てるほど出てるけれど、その頃はまあ橋田邦彦さんとかなんかが多少あったけれど、しかしね、下手なもの、下手な注釈本や下手な参考書を読むと、その見当外れなことを学んだらかえって悪いんでね、私はそういうんで、その非常に警戒心の強い男だから、そのどれがいいかっていうのを知るまではそういう参考書は買わない。ところがその頃出てた山田レイリーさんが禅の生活っていう雑誌を出してた。その禅の生活に何て言っても消防現像は西有禅寺の警笛がいいっていうようなこと書いてあったのを見てね、それでその西有禅寺の警笛買おうと思った。で今はまあ大法輪から3冊本になって出してるけど、その頃は代々木書房っていうのが2冊本だ。それでそれを探したんだけど、どうこの本屋にもない。そしたら本郷の赤門前の三希望っていうね、三希望の親父が、一部はありますが値段がちょっと高くなりますっていくらだ、55円だ。55円って今だったらそれはみんなびっくりしないもの、郵便にてだって60円だからね。だけどその頃の55円というのはね、東大での学生がの初任給がちょうど55円だ。そうすると分かるでしょ、今の東大での学生がの初任給いくらもらってるか私知らないけど、とにかく相当多いと思う。それでね、55円だって言われて、それで考えた。しかしながらどうしても欲しくてしょうね。それで結局なんとか言って、そしてお金出してもらって55円で消防現像の警笛2冊本一部手に入れたもん。あれでも悔しいから、そのあれですね、領収書をね、その中にこう貼り付けて、そしてこれ分だけは読まなかったそう思った。そしてね、ところがそれで間もなくね、また私は昭和15年だけど六幕炎のひどいのやった。それで丸1年寝込んだ。私はね、まあちっちゃい時から占病室っていうのが虚弱体質っていうのが何だか知らないけど、一旦病気するとその微熱がね、どうしても長引く男なんです。いや今度だってさ、あれですね、3月の時ここで喋って、そして帰ったら7度9分の熱があったんですよ。ほいで、まあそのまんま寝たんだけど、どうしても熱が引かないもんだから、池田さんにそう言って、そのあれですね、ペニシリン10日間の、それから
今度は身の舞いっていうのかな、そういうのを一週間で、それでもまだ微熱が引かないんで、とうとう4月いっぱい飽き飽きするほど寝込んだ。それはね、ところこれね、今に始まったことじゃない、子供の自分からそう、おっと子供の自分から今度こそ廃病になったのかと思って、それでお医者さんに連れてかれて、レントゲン取って何でもないって言われると、ああそうかって治ったんだけど、それが昭和15年の時は本物のあれで、ね、レントゲン出ちゃって黒く出ちゃってね、そしてその一応の熱は引いたんだけど、その熱が取れない、1年寝てた。でその時にね、いやまあ時々そうやるんで、私あの無常を感じる、自分の人生を感じ無常を感じるっていうのは、まあちょっといい時間でもあるね私にとって。で、そういうその時も初めてそのあれですね、聖宝現像の経典手に入れてたから、その期間に寝ながら一生懸命読んだ。で繰り返し繰り返しね読んで、それで結局それの続きでもって坊主になっちゃったその道元門下でどうしても坊主になろうってことになっちゃったわけです。でところがそのね、西有禅師の経的に、西有禅師は弁道和と玄奘公案の巻と、それからこの仏性の巻とね、伝言仏ってね名付けて、そして特別に書き写して毎日読んでたという話が出てる。ほいでね、私もやっぱり伝道は現状法はこの仏性の巻は一生懸命この今までずっと、それから今何遍も読んできてるわけです。でまあやっぱりこの仏性の巻はね、聖宝現像として一つの最高峰の一つだと思う。でまあそういうつもりで皆さんもお付き合いいただきたい。でところがこの仏性の巻っていうのも、これそれこそまあ読んで皆さん読まれてみて、これ歯が立たないっていう感じがすると思うんですね。で、そのところがどうしてかっていうね、大体ね仏性っていう言葉をね、どういう意味かっていうのははっきりしないで読み始めるから。でいやこれ日本人の悪い癖だね。毎度言うけれど、仏法っていう言葉とか、あるいは一心とか真ですね、あるいは法とかっていう、そういう言葉と同じようにこの仏性っていう言葉もね、あんまり頻繁に出てくるんで、これ仏教の本読んでるとどこにでも出てくるもの、それだからなんとなしにいつの間にかね分かったような気がしてるんだ、みんなそのくせに何にも知らないだから癖を覚えた。それでしかもなんとなしに分かったつもりで、なんとなしにこう漠然とこんなことらしいって言ってね、そういうことを思い描いて、そうだってこういつの間にか決め込んで、そして読んで、例えば仏性っていう言葉でもね、一切衆生は皆ことごとく仏性愛っていうふうに、我々も仏さんの種があるんだな、いつの間にかそんなことを思ってんじゃない。でそうだから仏性っていうと仏さんになる可能性、あるいは仏さんになる種ぐらいと思ってる。でそれでね、そんなことを思いながらこの仏性の巻読み始めたら、全く見当が違うんだから、何が何だかさっぱりいよいよ分かんなくなる。でこれはどうしてもね、
その仏教の言葉っていうのね、仏教の言葉はね、大体あの仏典から、もう仏典においてですね、大体あのどういう言葉なんだっていう意味が仏典にちゃんと決まって出てくるわけですね。だからそれを調べといて読まなきゃわからないわけです。早い話が、あの仏教の言葉っていうのは普通の言葉とはわけが違うんだから。例えばこの前も故郷の巻って言って、故郷っていうだけでもって古っていうね、古いっていうだけでもう仏法が語られてる。それを古道具屋の古い神ぐらいに思ったら見当が外れるでしょ。で、故郷の場合、故郷ってことはあの直接インドのお経には出ていない。しかしながらこの 仏性っていうような言葉はインドからのお経にちゃんと出てるんだから、そういうのを調べて貼らないと仏性っていう言葉の意味がわからない。で、あの、まあ、今日はちょっとね、あのややこしい話になるかもしれないけど、まあ、できるだけ分かりやすく話するけれど、あの仏性っていうね、言葉のその元の意味、お経を、お経からあのよく調べておくと、この大体ね、この仏性っていう言葉は涅槃経に出てる。で、大発涅槃経の末期の25、四苦菩薩本第23、これにね、四苦とは欠乗して一切修行質仏性如来行住無変訳を徳に名付くと、こう出てあるね。これが今その言葉がを引いて釈迦牟尼仏、この仏性の末期の初めの釈迦牟尼仏の玉、一切修行質無主張如来行住無変訳、ね、で、これ我らが大師釈尊の四苦の展望林なりと言われてるわけです。要するに四苦菩薩がね、四苦、その四苦っていうのはどういうのかっていうと、あの狐や狸が何か物を言ってと、これはどうせね、あの裏の裏があってバカすんじゃないかってね、そういうことになっちゃうね。ところが四苦って言ったらね、欠乗の説、もう動かしようのない言葉を言うのを欠乗、欠乗の説、そういう欠乗の説を言うのが四苦、獅子が吠える言葉ですね。で、四苦とは欠乗して、そういう欠乗の説は何かっていうと、一切修行質仏性如来行住無変訳っていう、それが、うん、これ我らが大師釈尊の四苦の展望林なりといえどもっていうね、展望林っていうのはね、展望林の天は枠を転ずるっていう意味でね、みんな迷ってる、それをひっくり返すっていうのが展望林の天です。そしてあの法を転じて、そして林っていうのは最果の木、大きなあのあれですね、ブルドーザーみたいなんでガーッと、ね、砕いていくっていう、そういう意味、あらゆる世の中の妄想、妄説を砕いていく、そういう仏法の説法だね。それなんです。これをね、だから釈迦牟尼仏いわく、一切修行質仏性如来行住無変訳、これ我らが大師釈尊の四苦の展望林なりといえどもっていうのは、この涅槃経からの言葉を引いてるわけで、じゃあその仏性っていうのはどういうのか、仏性っていうのはね、
そのやっぱりその四句菩薩本第23人仏性とはすなわち第一鼻腔なり、第一鼻腔は名付けて中道となす。仏性っていうのはね、第一鼻腔っていうのは、それは中道だって。で中道とはすなわち名付けて仏となす、仏とは名付けて涅槃となす、そういうことが出てるね。これは中道である、これはまた仏であり、そして涅槃だ。要するに仏性ということは第一鼻腔だってことです。でまあ大体のこの仏性の巻の注釈本なんかはね、ちょっと開いてみたら、この仏性とは第一鼻腔ないぐらいのことの天候ぐらいは出てると思う。ところがね、それで第一鼻腔なのかって言ったって何も分かんないじゃん。第一鼻腔とは何か、またこいつも調べなきゃ。これで第一鼻腔っていうのはね、これは般若経に出てくる。般若経に18空って空を18空の一番の一つに第一鼻腔、般若経にね、その十八句っていうのが出てくる。その十八句っていうのは例えばどういうのかっていうと、内空、下空、内下空、空空、大空、第一義空、無意空、無意空、筆境空、無視空、三空、小空、自相空、諸方空、不可得空、無方空、無方空、無方、無方空、これで十八になる。ないわね、空っていうね、空っていうのは虚空の空、まず我々考えてるわけだね、つかみようがないって言うんで、その空に18あるって言うんだからね、インド人ってやつはね、インド人ってやつはね、くしゃみにはいくつある、あくびにはいくつあるって、そういうふうにそれで、そしてすぐそういう言い方する。それで、あくびの仕方、はっはーって言ったやつと、ほーって言ったやつとって言って、思いついたのをこうずらずらっと並べるもん。まあインド人の論法の仕方はそういうとか、だからあんまりびっくりしないで、それでその本質的なとこは何かってね、お経を読んでいく場合でもそういうところを狙わなきゃ。そしてまあこの十八句のところでも読んでみると、ずらずらっとなかなか長く書いてあるもんね、みんな。しかしその十八句の解説しているこのお経の大本般若経のね、あれを読んでみると、いちいちね、十八句のいちいちに情にあらず滅にあらずこう出てくる。つまりね、十八空として十八もあるいろんなものをみんな空だっていうのをね、その空っていうのは何かっていうと、情にあらず滅にあらずっていう、それなんです。つまり これなんですね。情だって言ったら受けになる、
で滅だって言ったら無権断権になる。でそうでないんだっていう、それを食うっていうんだっていうことですね。だからそれが中道だ、こういうことだ。そのだからさっき挙げた如来は中道を説く、いかんとなれば如実に滅を感ずる者は無権生る、如実に樹を感ずる者は無権生る、これを証券となすってね、阿吽音経の言葉と結局は同じなんだ。ただそれじゃ第一義空ね、この第一義空っていうのはどういうのか、要するに十八空の、今言ったのは十八空のこの空は結局情にあらず滅にあらずってこういうことなんですよ。だけど今第一義空ってこれ第一義っていうのは何か、そこの大凡般若経で読んでみると、なんだおか第一義空となす。第一義とは涅槃になす。涅槃とするは空なり、情にあらず滅にあらざるがゆえに、何をもってのゆえに生としておのずからしかねばなり、これを第一義空と名付くと。つまりね、その第一義空とは何か第一義っていうのは涅槃だっていう、ね、涅槃ですよ。第一義はね、第一義っていう、涅槃が涅槃であるのはね、空だからで、涅槃というのは情でもない滅でもない。そしてどうしてかっていうと、性としておのずからしかればなりと、その本性として涅槃というのはこのおのずからしかればなりと、情でもない滅でもないんだからだって、こういうことですね。でそれを涅槃が空だっていうのをね、それを第一義空と名付く。ところがまあ、その仏性っていうのは何かって言って調べてみて、で第一義空だって、ね、第一義空っていうので調べてみたら涅槃の空だってことだけはまあ分かった。ところがまた涅槃っていうのは何かってまた分かんないんだ。涅槃っていうのは、お釈迦さんが死んだことかって、そのぐらいしか皆さん思っていないじゃない。それが違うんだ。またそういうふうに思い込んどいて、お釈迦さんが亡くなったことはそれは空なんだなと言ったって、もうわけわかんない。それで涅槃はまた何かっていうのをね、調べてみなきゃ。これもその涅槃用の飼育本で調べてみると、涅槃とは名付けて臆託となす、何をもっての故に、よく煩悩の悪風を遮るが故に。まずね、涅槃か、そうじゃない、失礼、それ以前にもう一つある。涅槃とはすなわち、これ煩悩諸欠の火を滅すな。涅槃はね、これが涅槃の、まあ、初めの根本的意味ですね。煩悩、我々煩悩あるね。そして諸欠っていうのはこう結んだ、いわゆる我々そのなんだって言うとカッとくるじゃない、すぐとか土坂にそれは諸欠だ。それでムシ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 してるのは煩悩だなんとなしにムシムシする、そかのこと急にカッとくるような、それは諸欠で、そういう煩悩諸欠の火を滅する。だいたい涅槃っていうのはニルバーナっていうのは、その
火を降って吹き消したような意味が根本なんだからね。で煩悩諸月の火を降って吹き消した、それがまあ根本だ。それからね、それについてまた涅槃とは名付けて奥卓となす。何を持ってるゆえよく煩悩の悪風を遮るがゆえ、ちょうど涅槃というのは奥卓っていうのいわゆる家ですね、あの家屋の卓だ、そういう家みたいなもん、家に入ってりゃあの煩悩の風や雨からちゃんと遮られてる。それからまた涅槃とは名付けて帰依となす。何をもってのゆえによく一切のもろもろの不意をすぐるがゆえ、この涅槃というのはね、帰依帰り寄り所とするとどうしてかというと、いろいろな恐れ、もろもろの不意というのは恐れですね、恐れを通り過ぎちゃうから。それで涅槃とは帰依となす。何をもってのゆえよく一切のもろもろの不意をすぐるが言える。からまた涅槃とは名付けて終所となす。終所っていうのはね、あの中州の巣、あの川の中の中州の巣ですね、島だから、所っていうのは渚。何をもっての家に次第棒がも漂わす当わざるが言える。荒れた、ね、洪水も漂わすことができない。何らおか人の一つには欲望、二つには無謀、三つには健忘、四つには無明謀なり。このゆえに涅槃は名付けて終所とな。要するにね、あのインドは、まあ、大きな川がたくさん流れている。そういう川が氾濫することはある。しかしながらその引いてみれば、あの中州だけはちゃんと残ってる、それから渚もちゃんと残ってる、こういうことね。でそれと同じように我々その棒が荒れた川ですね、棒がもう漂わすことできない。その棒がに4つあるっていうで欲望、無謀、健謀、無明謀って言うんだけど、これは、まあ、あの絞るとも言うけれど、要するに洪水のいろいろな我々の洪水のあり方だ。欲が強い、あるいは所有欲が強いね、あるいは健謀ってのは俺の自節を固執するような健謀、無明謀ってのは大体が あんまりバカすぎるからそういうのはね、無用語、お前これこういうのもいちいち仏教、こういうのを仏教用語を制作すりゃ、それこそいろんなね、あれがあるわけだけど、そんなものを返してるとわけわかんなくなっちゃうから、そんなものとはどうでも、要するに我々いろいろ物足りようの思いがいろいろそこ働くけれど、そういうのに持ってかれないものっていうかね、涅槃というのは。それからね、最後にまた涅槃とは必境期と名付く。これが大切だ。涅槃とは必境期。必境期っていうのはね、この必境ってのは必境どういうことですかっていうね、あれですね、つまり帰するところ、つまり帰るところ、最後の最後、つまり帰るところ、これがね、まあ私はだから必境期者っていう言葉よく
これ沢木老師がね、私が沢木老師についたのね、初めて沢木老師の話を鶴見の総人で昭和16年の夏の三千回で聞いた時に、ね、仏教はね、行き着くところに行き着いた生き方を教えるもんだという話をされたね。あ、それで、あ、この沢木老師に就こうって、まあ、私はもうそれで決めた。要するに我々ね、あの、なんだかね、ムシムシとこういう生き方しててもいいとは思えないじゃない。しかしながら、じゃあどうしたらいいの、どういう方向に行ったらいいのかって、みんな、まあ皆さんそうじゃないかと思う。これでいいとは思えない。しかしながらどうしたらいい、何を狙ったらいいのかってみんな思う。あの、分からない。要するに分かんないことも分かんない。分かんないことが分かってくるとこれそういいんだけどね、分かんないことも分かんない。それに対してこの沢木老師の言われたのは、仏教とは人生の行き着くところに行き着いた人生を教えるものであるというね、これが欠場の説だ。つまり我々ね、中途半端な生き方じゃないんだ。本当にその行き着くところへ行き着いた、ゆすり込んだ、あれでもないこれでもないって本当にゆすり込んだところ、これが行き着くところへ行き着いた。